こんばんちはです、パパスです。今日は MA15S ソリオマンディットさんのですね、シロップバーになるんですけれども、あ、テールランプの9ですねを社長に変えていってもらいたいと思います。で、どうなってるかですね。お、つけへん、お、つけへんこんな感じはい、こっちだったよ。うん、そっち左でした。開けてもらって。はい。緩めるのは遠目で、うん。はい。はじめはちょっと緩めてもらった方が。はい。でかっぽい。はい。ただ多分初めてぐらいと思うから、はい、硬い、はい、マスキングね、保護してテープ貼ってバチンと抜くっていうな、うん、はい、硬い、うん、やっぱりマスキングテープはしといた方がね、はい、でこのテール上っかやから、はい、はい、21の5やろ、はい、うん、動画では見えてないと思うけど21の5、うん、はい、右にで、テールやって、はい、ブレーキやってる、オッケー、まずスモール、はい、スモール、ブレーキ、ブレーキ、オッケー、オッケー、はい、ここはうん、なんかね、横スライドやねんけど、はい、やっぱここがはいあれやから、はい、まあ、次のこと考えるんやったら、うん、ちょっとシリコングリス塗ってた方がいいかも。チョボの方、どっちでもいいね、うん、どっちでもいい、うん、なんか1ギメと、はい、このスライドの横の、はい、こっち、よいしょ、はい、これですね、スライドの差し込みと差し込み、ここに、はい、よし、細かい切って、うんうんうん、ちょっとよいしょ、入りました、まあ、これで軽く、はい、今日はこんな感じで MA15S ソリオバンディットさんのテールランプの球の交換をしていきました。注意点はというと差し込みですね、硬い硬いって言って、まあやっぱ初めてはな、そうです、1回外したら次は、はい、なんでシリコンスプレーとかね使ってもらって、あと遠見に2本ですね、もうちょっと入り悪かったらシリコンスプレーとかでちょっと滑らかにしてもらって入れてもらうといいと思います。よかったら皆さんも作業の参考にしてください、お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。